さあ金曜日で総チェックということで交流戦に向けて最後の1週間、ね、しっかりチームを立て直して、ね、もしくは校長を維持して、ね、交流戦に入っていきましょうというところでね、えー、しっかり総チェックやっていきましょうまずはパ・リーグから。 日本ハムオリックス21日勝して5対4で日本ハムの勝利というところで日本ハム先発山崎幸はね5回3分の192球9万台三審1四球4失点とリーグトップの5勝目っていうね。ねで、オリックス先発エフスノーザー5回92球9万台三審2四球5失点というところで、まあ、4勝同士の対決でね、まあ、山崎に軍配が上がったっていうところだけどもオリックスはね2回先制ワンアウトからね紅林フォアボール胸がツーベースでワンアウト2三塁からね太田がね あの前回にチョも同様ね、これ、内から入れてのね、センター前ヒットで先生で西野ももう一回続いて、ワンアウト一、三塁から、茶のがね、タイムリーヒットっていうところでね、まあしっかりね、3点を先生で、その後もね、続いて、ツーアウト一塁からね、西川がライト前ヒットを打つけども、ここ、しかもね、ファーストにね、ワンタッチしてんのよ、ファーストワンタッチして、若干打球が遅くなったにもかかわらず、ライトね、万波がホームへね、もう定位置ぐらいからだったけどもね。 えー、しっかりと早急でね、えー、セカンドランナーの茶のを刺すっていうところで万波、この1点防いだのも何気にでかかったね、こう4点取られてしかもまた攻撃が続いたらね5点、6点いったかもわかんないところをねここのプレーは良かった、しかもフジミ見、ね、またねこう後ろ目にいて取って、すぐタッチね、あれ前に出てたら追いタッチになってセーフになったから、あのキャッチャーの立ち位置ね、ね伏見のあれも良かった、パパーンっていうね。 えー、ところでねでね若干ね、ねまあ、いつも気になるのがまああれヘッドスライディングでもアウトかもわかんないけどもこの足から行くとね状態立つじゃんね、やっぱり後ろがね、状態立つからタッチも、ね、こう速くなるっていうねところがあるからヘッドスライディングだったらまあ、足が折りばかって浮いたらあれだけどもまっすぐ行けばタッチがね。 グラブ1個分、2個分でも違ったらねまた違う要素もあるからヘッドサイディングだったら違ったんちゃうかなみたいなもうちょっと避けながらっていうのもあるしねそこら辺、細かいようだけどねどうだったんだろうっていうところもあるし細かいようだけどその藤目のね後ろ下がってからデメリットあるよ、もちろん前に行けばねランナーに当たるっていうところでデメリットもあるけども後ろに行ってトントーンっていうところでね。 タッチしたね、あの伏見のタッチプレーね、万波の、えー、方も素晴らしいけども、あの伏見の立ち位置とね、タッチね、あれもね、賞賛に値するね、見事なね、えー、万波とね、伏見の、えー、ナイスプレーでしたね。まあ、これで4点目取られなかったのは大きかったね。で、日本はもう3回の裏にね、えー、伏見がツーベース、で、水野がね、えー、ライトフライになってタッチアップして3塁、で、中島拓也、レフトでタイムリーヒット、で、またね、ここから中村がね、あー、違う、中島がね、盗塁して、で、また軍司がタイムリーヒット。 ででこれで終わらず、ね、マルチェンスがレフト前ヒットにつないで水谷は、ね、レフトへタイムリーヒットというところで、ね、この3点を、ね、しっかりとるという、ね、しかも、これまツーアウトからつながっていって、ね、複数得点取るというところが、ね、今のやっぱり日本ハムの好調さかなと4回には、ね、ワンアウト、一塁から水野が、ね、ツーランホームランあの左中間にホームランだからね。 力あるし、状態いいんだなっていうね、ところはあるし、んで5対3ね。で、6回ね、えー、大田の犠牲フライで、まあ1点返すんだけども、ね、この7、8、9と、リリーフはね、マーフィー、カーの田中正義ね、この3人良かったね、ここはリリーフでしっかりパシッとしっとめ切ったもあるし、まあこのね、6回の犠牲フライで一つ言いたいことがあって、えー、レフトね、水谷ね、まあンナビっていうね、選手のやつ見とかないと、高い、投げた瞬間に高いから、これね、よくね、あの、正直ね、ピッチャー、 めっちゃカバーしたよ鈴鈴木ね鈴木ね高騰してキャッチャーもジャンプして取れなかったけどしっかりバックアップで取ったっていうのはねあのバックアップねだったけどもやっぱ水谷はねあれやっぱり低く投げなきゃ満年も低いじゃんあれ、ね、高く投げるからセカンドランナーもね三塁タッチアップされてるじゃん。あれ低いままだったら ひょっとしたらね、ね、まあ、もちろんおとりとしてね走ってくる可能性はあるけどもでもで2点差って考えたらおとりまでしていくメリットないんだよね、この終盤に向けて。そう考えると低めに投げてたらセカンドランナーが三塁にタッチアップしてなかった可能性もあるからそうなったらまた次の、ね、1点っていうのをね防げる可能性もある中であの投げた瞬間に高いのはねもうちょっとね意識と練習しないと低く,低く、低くそういったところではね、えー、もったいない、非常にね。ね まあそこのね、1、まあ、点取られたけども、先ほども言ったようにね、ねマーフィー、カーの田中正義のね、えー、7、8、9っていうところは素晴らしかったし、そのピンチもね、えー、があったけども、その後ね、鈴木に代わって矢沢もね、しっかり抑えきったっていうところも、このリリーフのね、踏ん張りは大きかった一勝になったと思います。まあ、今のね、オリックスの勝ち、勝ち合わのね、エスピノーザに、えー、勝ったのはね、日本ハムとしては初戦ね、大きな勝利になったんじゃないでしょうか。 日本ハム対オリックス22日の試合5対4で日本ハムのサヨナラ勝ちということで2試合連続の5対4という、ね、スコアで日本ハムの連勝っていうね形になりましたけども日本ハム先発ね福島5回3分九2 9球2安打3三振2四球無失点というところで、まあ、勝ち投手ね初勝利になるかっていうところで、まあ、同点に追いつかれたってね勝ち投手になれなかったけども本当に角度のあるねストレートっていうところのね威力はねめちゃくちゃ体感的にはあるんじゃないのかなっていうところはありますけどね。でオリックスやっぱ 難しいよ6回3分の1、107球8安打5三振1、19、4失点と、まあ、動かしながらの投球になるからねストライクゾーンの中で勝負っていうところで、まあ、そこはもう対応されちゃうとポンセの南東派みたいな感じだからね楽天のねそこでっていうところで若干ねまあ動きが甘かったのかそこを日本ハム打線がしっかり仕留めたのかっていうところの中でね、えー、3回裏、ツーアウトから軍事がレフト前ヒットでマルチェンスが先制タイムリーツーベースを打って日本ハム先制。 で4回裏、タミヤのねライトサンドよホームランっていうねトーレム打った瞬間あれが真ん中入っちゃってるからねだから多分、ね、全部真ん中身に入ってきてたんだろうねこの動く球っていうのはねでそこを仕留められたっていうところもあるよねで7回裏ね、ね先頭スティーブンソンセンター前でここで上川と送りバンドをしてワンアウト2塁から水がライト前でワンアウト3塁チャンスを作って真ん波松本はね連続タイムリー。これ ちょチェンジアップ気味のところ拾ってるからやっぱあれも真ん中気味だったからちょっとやっぱ動きが鈍かったのかなっていうねでここで4対0になって、まあ、このまま正直ね勝つと思ったけどねもうオリックスは前半ほぼチャンスなくね、まあ、2回ね、ね森のライト前そして、バーショアボールでノーアウト1入り、2塁でセデーヌの調子が落ちてきてからオリックスもねちょっと調子落ちてんちゃうかっていうぐらいちょっとセデーヌの不調が、ね、オリックスにとったら、まあ、痛いかなっていうねねでこの、ね、最後のチャンスって言ってもいいぐらいのね。 8回ピッチャーね堀に代わって代打、廣岡ライト前で太田、田ライト前ヒットでここで代打、山足がファーストゴロマーチェスがファンブルこれ痛かったねこれ一つでもアウト取れてればいいけどでノーアウト満塁になって福田がね1回、顔ぐらいとこロコ・ゼット来てるけどねその後もねインコースの難しいところをしっかり体開かないでね内からひ、ね、しっかり引っ張り込んでライトスタンドへ満塁ホームランだからね福田、頑張って一気で俺これでね そのまま勝つかなと思ったけどねここ何が素晴らしかったってねその後堀にすから杉浦に代わ,、ね、わってこの西川、中川森、森をね3者連続凡退で抑えたっていうねねこのね杉浦ッチ、今日の勝利はね本当杉浦のこのこ,こでね追加点を許さなかったオリックスの波に飲まれなかったしかも、そこのあとダグダしないで三者凡退に抑えたっていうね。 これがやっぱり大きかったんちゃうかって思うね。で、その後とね、ここで逆転できたらよかったんだけども、8回裏ね、ねピッチャー阿部、ね、先頭、田宮が三塁セーフティーバンドこれもさ、めっちゃうまかった、ね。で、その後磯畑のバントをね、キャッチャー森がジャックルして、ね、拾いきれず、えノーアウト一、二塁、上川と送りバントを決めて、ワンアウト二、三塁、水野ね、ライトフライ、でここでね、田宮がホーム、タッチアップできずっていうところだけども、このワンアウト二、三塁で、まあ、このね、 三塁ランナーもギャンブルスタートなのよ。これはもうね、絶対、この状況でギャンブルスタートじゃない作戦だったらなんでやねんって逆になる。ねだからもう、サードランナー、タビアも、水野がね、バット当たった瞬間、もう3歩ぐらい走って、で、このね、水野のバッティングが、ライト、飛球、大飛球のフライだとか、もうちょっと高さあったら帰ってこれだと思うけど、ライダーだったからね。で、それを、あの、ライト中川がね、ちょっとスライディングキャッチバリにね、左中間、右中間の打球取って。ね 尻餅ついてそこから投げたけどね、あれは帰れない。あれがね、いいバッティングすぎた。水野はね。で、ここもね、ギャンブルスタート。これ作戦はもう完璧よ。これ、ほんと。だから運なかったね。運なかった。これはもう仕方ない。で、万波のね、セカンドゴロも、これセカンド山足スーパープレイ。グッププレイ。ね。これらこの8回の攻防はね、なんかプロの攻防だったね。あれでなんでギャンブルスタートなんやって、もし言ってるやつがいたら、もう野球知らんな。としか思えない。あのギャンブルスタートは仕方ない。ね。 だからあれもしゴールだったらタミヤセーフだったよ、めっちゃスタートよかったからね、あみんな完璧にしたと思う、でもそれはね、あのオリックスとしては、長岡がいいプレーしたし、日本ムとしてはちょっと運がなかったかなっていうところだったけども、で10回裏ね、一、えー、番の野村がセンターオーバーのスリーベースっていうところだけど、まあ、これセンター、福だね、まあ、あれは取ってほしいけど、取れないな、難しいところあると思う、ひょっとしたらボールがこう、ちょっと、ね、なったかもしれない、っね、まっすぐで、その前の松本がね、 まっすぐあいてジャンピングスーパーキャッチもエア上段カバリのね最高点でジャンプして取ったっていうところもあるからねスーパープレイがあったからあれだけどまあ取ったらスーパープレイで取れなくても仕方ないけどもその後のクッションを見失って3ベースにさせたというところが痛いこれ、ツーベースでね止まってたと思う野村もちょっと緩めながら見て見失ってたから3塁行ったからねねあのねクッションを見失ったのが一番痛かったよ取れる、取れないよりも。 でノーア三3塁になって、ここどうするかな、満塁策取るかなと思ったけども、も、まあ、3塁ランナーね、ダイソー中島拓也ね、でバッタータミヤ、タ田宮、で、満塁策取らないで、ピッチャー、井口から富山に代わって、レフトに犠牲フライっていうところでね、まあ、サヨナラになったけども、ここもね、俺はまあ大事なことがあると思って、これ、サヨナラ負けはサヨナラ負けでしたかつはないけども、まあ、オリックスの守備ね、最後、レフト、西川、で、多分胸がつないだと思うんだけど、胸つないで、えー、キャッチャーまでっていうね、えー、森まで、セーフだったけど、ちゃんと。 つなげてたよ。ハッチアップの返球ね。あれもし、ね、三塁ランナーの中島が途中でこけてたらアウトになるから、ああいうのをサヨナラで終わりだけども、諦めないでしっかりホームまでね、完璧な送球で繋いだっていう、あのオリックスの守備陣はね。 ああいう積み重ねがここ1の大事な時に生きてくるからね、これは大事,なん大事だったんじゃないのかなと、サヨナラでねサヨナラホームなんでキャッチャーがしっかりホーム見るとかね、そういうところに通じてね最後、サヨナラホーム完璧セーフだと思うとタイミングはね、それでも、もしなんかね、三塁ランナーがこけだとか、もしくはホームベース踏むの忘れたとかもね、万が一あるかもしれないからね、それをしっかりね、最後までレフト、中継、ホームとね、完璧に繋いだっていうところはね。 ああいう積み重ねだから、俺はね負けながらもそういったところを最後までしっかりするっていうのはやっぱプロとしてね、えー、多くの人がアマチュアも含めて真似しなきゃいけないプレーだったんじゃないのかなっていうサヨナラに隠れたところもね良かったんじゃないのかなとでも日本ハムはねやっぱあの杉浦のねあの三者凡退、俺は何気に裏 MVP やと良かったかなと、えー、思います。ということでね日本ハムは勝ち越し、まあ、日本ハムはね今日もあるんでどういう試合展開になるかなっていうところですね。 日本ハム対オリックス、9対3で、オリックスの勝利ということで、23日の試合。まあこれでね、3連戦、2勝1敗で日本ハムの勝ちこちになりましたけども、オリックスとしたらね、3連敗しなくて済んだっていうところはありますけども、まあこの試合ね、オリックスはブルペンデーというところで、高島ね、小田島、鈴木、本田井口、山崎、総一郎、そして吉田とね、7人のピッチャーが繋いでっていうね、で、日本ハム先発上原、 一 1>,、えー、1回3分の1、58球、8安打1三振、2四球、6失点と、まあ、ここまでね、2軍でいいピッチングしてきて、で、前回当番は1イニングで、まあ、今日の当番に向けての調整。その前も7回12奪三振ぐらいでね、えー、しっかり無失点で抑えて、まあ、2軍で結果を出して、まあ、今回ね、えー、当番というところで本人としたらね、二、えー、2回で6失点というところなんで、まあ、チャンスを生かせずっていうところはありましたし、まあ、今日の上に上がってきたね、山本も、 2イニ,ニング投げて1失点という形でね。まあでもこういったところはね、まあ結果を残せないのはまあ本人の責任だけども、このね、2軍で良かったら1軍に上げてくる、1軍で悪かったら2軍に落とすっていうところで、まあ1市城監督がね、1年目からやってる、まあ全員を使ってね、チームを育成しながら勝っていくっていうところでは、まあこの3年目に向けてもその方針も変わらずね、1軍でダメだったら2軍で落として、2軍で結果を残したら1軍でチャンスを上げて、でそれをものにできるかどうかはね、本人次第っていうところもあるけども、まあそういうふうにね、マネージメントしていくっていう形ではね、 ま、チーム内競争がね、激化するんでね、非常にいい形で、まあ、結果には伴わなかったけども、あの、マネジメントとしては非常に良かったんじゃないのかなと。 まあその中でね、まあ、オリックスは初回ね、ね広岡フォアボールで福田が送りバンドを決めて中川、森、そして紅林、西川、太田とね連続ヒットでタイムリーも含めて3点と2回にもワンアウトからね広岡ツーベース福田がフォアボールで中川、森が連続ヒットで紅林の犠牲フライに西川のタイムリーヒットで3点を取って一気にね6点っていうところのなりましたけどもここね、本当に。あの まあ、勝ったからね、全部良かったし、この2回の3点でね、全部チャラにはなってるけども、この初回ね、ワンアウト満塁から、太田がね、ショートへタイムリー内野安打。これね、3,4回の強い打球が、ショートね、えー、水野がさばききれなくて、若干ね、レフト側に弾いたんだけども、セカンドランナーね、紅林が、セカンドランナーが本塁に帰ってくるんだけども、水野が弾いて、それ水野が取った時、まだ紅林3塁回ってすぐだったからね、で、本塁楽勝でアウトなんだよ。 ツーアウトだったら正直ワンチャンホーム狙ってっていうところはあるけどもこの初回2連敗してるしかも日本の打線油断できない取れる時にとっておきたいっていうところででここストップでしょっていうねあんな楽々アウトなんだったらでそしてなおもねワンアウト満塁で続いて山足って言いたところでねもう4点目取れた可能性も十分ある中でちょっと紅茶ねバッとあそこは謎のねで2回に3点取ったからなんかなかったようになってるけどもこれはね非常にまずい。 序盤の判断だったかなとで5回表ね、若槻がツーランホームランを打って、まあ、8対0になって、まあ、これでね、ほぼ決まったけども、この5回の裏もね、 えー、先頭、加藤のセカンドゴロ山足が後一松本アウとになるけどもこれ軍事のセンター前ヒットだけどもあのライト森、あライト森がね照明が目に入ったのかどうか分かんないけども行き過ぎちゃって後一ていうところで記録上ヒットだけどまあ、エラーみたいなもんだからねでこれ2つのミスが重なってマルチンスのスリーランホームランっていうところで、まあ、日本はもうねこの試合12安打と、まあ、最後のね1本出なかったっていうところあるけども結構チャンスメイクして、まあ、しっかりね こういったところ、だから負けたけども、日本ハムとしてはいい野球してるよね。まあ、もう一本連打がつながってればっていうところもあるし、ちょっと1、2回ね、あの一気に6失点になったから、ちょっと試合が壊れちゃったけども、あのそれでも最後まで諦めないで、ヒットも続くしね、ねワンチャンあれば5、6点取れたっていうところもね、試合の中で見えたんでね、まあ、こういったところが負けてもね、いい野球して、強さあるなっていうところは非常に良かったかな。でオリックスとしては9回にもね、まあ、フォアボールを重ねながら、西野のタイムリーヒットっていうところでダメを押し、まあ、攻撃面はね、 あのいい形になって、まあ、そういうコーチャーのミスとか守備のミスもねちょっとずつ見えたけども良かったかなと。ね、であとはこの鈴木がね 2イ、えー、ニング目行った時きに、えー、6回裏、ね、野村ライト前、上川畑、フォアボールでここにね水野の時すぐ本体にスイッチしたのよかったねで、まあ、水野にヒットを打たれてノーアウト満塁になるけども、えー、加藤、松本、連合三振で軍司がセカンドゴロと,こ,と、まあ、この時点でねもう5点差っていうところだあったんで,、まあ、でもここね2、3点取れてれば日本もねもうワンチャンあったかなっていうところもあるけども、まあ、リリーフデーっていうところで、まあ、この試合ね、ね日刊スポーツの評論でもネットで上がってると思うけどもリリーフデー、ブルペンデーっていうところはポジティブに言えば相手打線がね 1一巡目ぐらいでどんどんピッチャーが変わっていくから、まあ、アジャストしにくいっていう常にフレッシュなピッチャーが出てくるっていうところで。 アジャストしにくさっていうね、メリットもあるけども、デメリットとしては、もう多くのピッチャーが投げるんで、誰か一人が状態悪かったら、一気に試合壊しかねないっていうところの、まあ、デメリットもある中でね、ねちょっとデメリットになりかけたけども、まあ、前半戦の大量得点っていうところとここね、イニング途中でもスパッと本田に変えたっていうベンチの采配はね、思い切ったところで良かったかなと。ね、ここ本当に、あの、日本もムが一気にバンバンバンって3点ぐらいね、取れる可能性あったから、 そしたらもうね2点差になって終盤どうなるか分からなかったっていうところではこの本田への交代そして本田が素晴らしいピッチングっていうのはこの試合の中でかなりのキーポイントだったかなと、まあ、結果ね、ね2勝1敗で日本ハムの勝ち越しでしたけども、まあ、オリックスとしてはねまあそういったところのミスをねやっぱなくしていかないとちょっとずつなんかミスあるからねこの交流戦に向けては。 そういうね、防げるミスっていうところは防いでいかなきゃいけないしね、勝ったからじゃなくて、勝ってカブトの大島よじゃないですけども、そういった反省点は必要かなと。で、日本ハムはね、2勝1敗と勝ち越して、ま、負けだけどもね、やっぱりいい野球してるんで、次に向けてはね、えまだいい感じでね、試合に臨めるんじゃないのかなって感じたね、一戦でしたね。えセリーグヤクルト対 DNA、7対0で DNA の勝利ということで、こちらね、フジテレビワンの解説に生かしてもらってましたけども、DNA 先発 K ね、8回120球、4安打3し、1死球無失点。 ね、まあ、カットボール、ツーシーム、チェンジアップっていうところで、まあ、どんどんねまあ、キャッチャー、やモードほぼ真ん中に構えてねもうそっからもうね散るけどもその散り方を生かしていこうというねあと右バッターへの,この、まあ、狙っていってないと思うけどたまたまいあの低めのね膝元のカットボールあれにヤクルト打線は結構ねあの苦しめられたかなと。 まあ、対左ね、ね左利2割1分7厘対右が左利が2割9分ちょいっていうところでね、まあ、右バッターがキーポイントになるのかなっていうところでまあオスナ、サンタの、ねまあ、オスナには先端1本打たれたけどもオスナ、サンタナをしっかり防いだっていうところもあるし長岡はね今年、対左に対して3割9分ぐらいかな何ラブだったかな、えー、打ってる中でねこの左利が低いのと対左が強いのどっちかなと思ったらねケイの対左が強かったっていうね、えー、ところもあるけども非常に、ねえー、相手 ヤクルトが、その対応できないっていうところで、どんどんストライクゾーン投げられてね、K のペースに至っちゃったかなと。最後ちょっとバタバタしてね、球数ちょっと使ったけども、あれもいけばね、完封もあったんじゃないのかなっていうぐらいね、素晴らしいピッチング。ヤクルト先発、大がね、5回87球、7度53、無四球4、4って。だからね、コントロールはね、前回のジャンセンと同じように良かったのよ、制球力は。でもやっぱ、あれでスコスコ打たれるってことは、やっぱ真っすぐがね、やっぱ球質悪いんだよね。 その急速じゃなくて、やっぱ球出が切れてないんだと思うんだよね。だから結局は、初回もね、あの、先頭エビナにね、レフトでツーベース、インコースね、2球目いったのをしっかり打たれてるんで、ここね、盗塁ね、アウトにしてくれたからね、あれ山田のタッチめっちゃ良かったね、パンパンっていうね、タッチもギリギリのところでタッチしてアウトになったから、その後、佐野にツーベースは打たれるけど、まあ無得点でね、踏ん張ったっていうところもあるけども、 2回、ね、宮崎センター山本レフトへのツーベースっていうね、えー、ところで,でここ、ね、ツーアウトに3塁から森が三振するんだけども内野が後ろに下がってたからあれはね、最低でもセカンドゴロを打って三塁ランナーがホームインでセカンドランナーが三塁行ってでもう1回1点取るっていう打撃しなきゃいけないから、まあ、その後ね、えー、初球に林がね、フォークボール雨めに入ったところをね、1塁線にね、えー、しっかり引っ張り込んでタイムリースリーベースで2点取れたからいいけど。も、 このね7番森、森2打席目3打席目めっちゃ感じ良かったの、ね、よ、だからこれを、ね、初回のこのチャンスの時からねまあ、追い込まれるまで必死に打ってい,いけど追い込まれたねまあ、ちょっと引っ張っていこうと思って早くなりすぎてフォークが三振したっていうところもあるかもわかんないけどもあれをしっかりねセカンドゴロ進塁だけをね打っていかなきゃいけないね細かいようだけどもね。 まあでもね林のおかげでそこね2点取って3回にもね佐野にワンアウトからバックスクリーンへのホームランねまあ1打席目、外カットを左中間に打たれてねまたこの2打席目もねインコースカットボールが真ん中で外に入ってねそれをもの見事にバックスクリーンねでツアウトランナーなしから宮崎がねアウトコースのスタイル。えー ストレートを、ね、宇宙間へというところで、まあ、やっぱりこの立ち上がりから見ててもやっぱり小川の、ね、ストレートは切れてなかったかなと思う、ねまあ、でも小川は、ね、4回、5回も投げ続けてね、まあ、そこなんとか踏ん張って、まあ、ヤクルトのポジティブさで言えばこのね 4, 4回、5回をねそこから崩れないで小川が踏ん張ったとっいうところは良かったけども、まあ、全体的に低めの変化球とかあんまり振ってくれなかったし、まあ、その要因はやっぱストレートのキレなのかなっていうところはね。 ありますけどもあとはまあ早めに小川も変えてもよかったけどもやっぱ火曜日っていうところでねこっからえ4週連続6連戦が続くっていうところでやっぱり中継ぎねいっぱい使いたくないっていうところもねあってまあ5回、まあ最低限っていうねところはあったけども痛かったねで、えー、d n a はね、えー、8回表、ねワンアウトからオースティンツーベース、サノフォアボールそして筒香がねセンタータイムリーヒット打って宮崎のサードゴロこれはね村上もホームね投げようとしたけども三遊間よりちょっとボテボテだったからねあれはちょっと無理だったかなと。 でその後山本がセンター前とねしっかり3点取って、まあ、ダメをしで長谷川もねその9回はいいピッチングしたからこうやって8回の時にね出てきた時からね最初っからしっかりしたピッチングすればねもっとアピールポイントとしては良かったんじゃないのかなっていうところもあるけども、まあ、この試合ね、ね d n a 的にはもう完勝でございますヤクルトはね4安打完敗ですもうなすすべなく終わりましたっていう感じですね。 ヤクルトは DNA22 日の試合、2対1で DNA の勝利というところで、ケイ・ジャクソンとね、外国人投手が2試合連続好投ジャクソンね、6回84球、6番で63、19、1失点と試合をまとめて、山崎、安木伊勢、森原とね、リリーフがしっかりしのぎきるっていうところではね、まあいい逃げ切りがちだったし、 まあ、ヤクルト打線的にはね、あの、高めのストレートやっぱ振らされたらね、もうジャクソンの思うつもになるよ。あそこ見逃されたらジャクソンもね、フォアボール連発したり自分から崩れていくっていうところもあるけども、高めのストレートのボール球振らされてるからね。で、チェンジアップでいかれて、工程うまくね、攻められちゃってっていうところはね、ちょっと痛かったかなと。で、ヤクルト先発、小田はね、6回1 0球4アンド6三6二29、2, 四2失点っていうところで、グッピッチなんだけど、5敗目。防御率2.77で0勝5敗。もうね、小田は、もう勝ち負け見るな。防御率だけ見るけ。 ピッチャーに一番大事なのはボギー打ち、ね、勝ち負けは打線の援護にもよるねこんな後輩本当だったらもう4勝1敗ぐらいでボーカくない素晴らしいピッチングもう神せ悪いだけや気にするな我慢我慢今我慢のしとき、はい、まあその中でね d n a は4回表ワンアウトから佐、ね、野センター前そして筒香がね宇宙間へツーランホームランで先制でヤクルトは4回裏にね、えー、先頭村上がスリーベースっていうところででサンタのねセカンドゴールで1点っていうねここもね あの筒子を、やっぱ体で止めなきゃいけないよね。中途半端に飛び出してってなってくると、やっぱそれはね、失点に結びついていくから、やっぱあれはね、突っ込んできてもいいけどね、まあ突っ込んでくるほどの球かっていうのもあったけどね、あれも体で止めなきゃいけないよね。手だけでいかないでね。そういったところはちょっとね、プレー自体は雑だったかな、なんていうね。だからヤクルトとしても、この一点だけだからね、でもヤクルトもね、このね、2回、村上ライト前、サンタのツーベースでノーワードに3、2、3、チャンス作って、 長岡、浜田でね、得点できず、で中村悠平敬遠で小沢がね三振っていうところで、ここで最低でも1点取っとかなきゃいけなかったよね。だから、取らなきゃいけないところでね、取りきれてないっていうところが今のね、 ちょっと攻撃陣の弱さっていうかね7回裏も先頭、ね、長岡がツーベースを打って、浜田送りバンド成功して,ライダーって、ね、代打、川、ま、端、あ、あ山崎浅輝の,のインロードストレートめちゃくちゃすごかったよ、めっちゃ素晴らしかったし、グッピッチだったけどもねで三振、代打、山田がねファーストファールフライっていうところで勝てるチャンスはねあったけどねそれを生かしきれなかったっていうところと DNA 的にはね、もうほんとワンチャンを都合の一発で物にしてね、しっかりピッチャー陣で踏ん張ったっていうところはね、前日のイ同様ね、投手陣が引っ張った素晴らしいね、勝ち方だったと思います。続いてヤクルトで DNA、3対5で DNA の勝利ということで <laughs> DNA この3連戦3連勝でございます。しかもケイ、ジャクソン、オースティンと外国人3名がヒーローインタビューっていうね。 えー、ところで、まあ、この試合ね、えー、ヤクルト先発、高橋奎二、えー、4回3分の189球7安打 3−0、2−1 レッドボール4失点というところで登板、まあ、でいえば4月,4月25日以来の登板に、えー、なりましたけども約1か月ぶりっていうね。 まあ、立ち上がりストレートを制御悪かったね。高めに浮いたりして。で、まあ、なんとか変化球でね、しのいでいって、そこで、ね、切り抜けようとしたけども、やっぱりまっすぐと質が悪いとね、全部がいきない。ここがもう全てだから、高橋敬司で言うと、まっすぐの質の良さ。まあ、それをね、なんとか手先で変化球でなんとかっていこうと思ったけど、やっぱそれはね、ちょっと難しかったね。結果的にね。で、DNA は、え初回、ワンナウト一塁からオースティンがね、センターへタイムリーヒットを打っていって、で、えー、4回もね、オースティンが、 これワンストライクからね、インコース、カットになったのがど真ん中に入ってね、それを、あのえ、レフトスタンドへホームラン。で、その後宮崎ツーベース、山本センター前でノーアウト一三塁で、山本がね、犠牲フライを打って3点目。で、5回にはね、ワンアウト一二塁からオースティンがタイムリーツーベースで4点目。まあ、その後ねえ、ワンアウト二三塁で、宮崎敬遠で、このワンアウト満塁、この山本ね、ここでね、もう1点追加点取れるはもっと楽だったし、この初回もね、ワンアウト満塁から山本6、4、3ダブルプレー これギギリギリだったけどねファースト俺ももうアウトかセーフかよく分からなかったから多分ねジャッジ通りになったけどもこの山本がねこうどっちかで1本打ってればねもうちょっと楽な展開だったかなっていうねで、えー、9回にもね小原のワンナウト三塁からダメ押しのタイムリーヒットっていうところで5対3逃げ切りがち、まあ、ヤクルトはね7回に村上三太郎の、ね、連続ホームランに2点、えー、そして8回にねツ、えー2アウト一三塁から村上がねセンターでタイムリーヒットを打って、まあ、なんとか3点取るけどもね ヒット数はね d n a 1 1本ヤクルト10本というところでねほぼ変わらないんだけども d n a はねこの攻撃したとこだけだ点取ったとこだけ実際はでも、そこに、まあ、フォアボールも重ねながら複数安打ぱパンパンパンって打ってるんだよねでもヤクルトはヒット出るんだけどね複数安打が出ないでやっと7回連続ホームランというところと、まあ、8回にね2、えー、アウトから連続ヒット出たけども2アウトからだからね。 そういったところがまあこの試合のね大きな違いかなねヒットはでじゃそれどうやったら複数安打出るんやもうその選手が頑張るしかないんだけどもね結局 d n a はね あの少ない得点機で連続安打をそれを固めてしっかり得点したヤクルトはヒットは出てるんだけどもなかなか複数安打出ないで複数安打せっかく出たけどもツーアウトからっていうチャンスを広げきれなかったで最後の1本打てなかったっていうところがねまあ5対 3DeNA の、ね、逃げ切りがちっていうところにもなったしまあ石田がね7回89球7度5三四無四球にしてこれ無視点っていうところがね結局このね複数 アンダを、えー、の許せなかったとところとフォアボールでランナーを貯めなかったところの要因だからね石田、グッピッチャ、ね、でその後伊勢、ね、森原としっかりつ、ね、ないで、まあ、伊勢もね3安打打たれてデッドボールもあるけども1失点でしのいきれたのはね大きかったかなと、まあ、d n a ねこれで3連勝というのは非常に大きな勝ち方だったんじゃないでしょうか。 広島対阪神、六6対2で広島の勝利というところで、広島選抜、とこだね、7回3分の1、117球、6安打1三振、3、4、2、9、1デッドボールに失点と、まあ、最後ね、8回ピンチを作って、まあ、失点してね、島内と、え、変わりましたけども、この島内もね、しっかり後続を打ち取ってね、え、それ以上失点をね、え、防いだっていうところと、最後は黒原でね、ま、あこの島内のね、この氷リリーフ、グッパイと、ね、えー、あそれパンパンパンって言われたらね、またどうなるか分かってなかったところね、えー、しっかり、え、抑え切ったのはね、素晴らしかったと。 思いますで阪神先発、村上ね5回89、9安打1三振1 5失点とまあ、これ昨日打たれたからそう見えるのかどうか気のせいかわかんないけどもなんかちょっと状態立ってるような気がするんだよねもうちょっとねもうちょっとなんか気持ちこう低かったんちゃうかなという投球フォームねちょっとつったちぎ味なんじゃないのかなっていうところはねちょっと気になる。 えー、っていうところはね、えー、あるけどもね、ね、えー、広島はね、えー、初回、秋山はは、ね、ツーベース、そして野間の時にねワイルドピッチ、まあ、これ、大きくもううパ、坂本、なんとかね前落としたかったよね、あそこはね、まあ、落とさなきゃいけないっていうところもあるけどもね、でワイルドピッチで三塁行って、野間がねライトでタイムリーヒットで1点先制、で2回の裏にもね、えー、末包、ツーベース、リアノがねこうセーフティうまかったね、このドラッグバンド的な一塁側のセーフティにね。 もの見に物の見事に決まってノーアウト一・三塁から林がねタイムリーヒットでもう1点で、ここでね、まあ、ノーアウト一・三塁チャンス続く中でね床、えー、田、秋山ねそしてノーアウト、ね、得点できなかったっていうところはねまあ勝ったけどねここら辺、パッパッパーンといきたかったところだけどねで、えー、3回裏、ワンアウトからね琴ノ若、ライト前蔵ライト前で正解が、ね、スリーランホームラン、正解クッパッン前の試合もね良かったしこれで一気に5点。 ねでまあ、これでほぼ,ほぼ、ねえー、試合決まったかなっていう、ねえー、感じだったけどもね、まあ、そういったところでは、ねえー、しっかり広島が、ね、得点していったっていうところもあるけどもちょっと、ね、村上のちょっ立ち気味っていうところは、ねえー、気になったっていうところはありますけどね。 あと何て言ってもね、守備で言えば、まあ、初回ね、阪神の攻撃、先頭近本でフォアボール、そして2番中野ね、センター抜けるかっていうところで、あの矢野がね、ダイビングキャッチからの、まあ、ダブルプレーね、ギリギリ取れなかったけども、セカンドアウトね、これあれ抜けてたらね、ひょっとしたら初回先制して、試合展開的にはひょっとしたらこのような展開になってなかったかもわからないところで、 このね2番、中野の時のねセンター抜けるかどうかっていうあたりをね矢野がダイビングキャッチっていうねところは非常に大きかったし、まあ、この後ねピンチを作るけどもツーアウト、一塁から、ね、ノイジを打ち取ったっていうねこれ、阪神初回の攻撃で、ね、パッパーて点取れてればよかったけどもまあ、ノーヒットっていうところはあるけども空いたところを、ね、矢野のね細かいようですけどもあのプレー、ね、あの序盤の阪神のね先生っていう流れをね紡いだというところでいうとねこの矢野のスーパープレー 非常にその後の攻撃にね、つながったっていうところでは、この試合の中でね、もう一つのキーポイント、ダウはね、いろんなところでのキーポイントあるけども、この初回のヤ野のプレーっていうのはね、非常にね、グッかり、ね、あの、大きかったんじゃないでしょうか。で、阪神ね、攻撃8回で、この戦闘頭、木浪がね、内野安打。まあ、内野安打だけども、サード、トのね、多分ちゃんと投げてれば、アウ嘘だったからね、ボテボテをね、ランニングスローっていうところもあるけどもね、で、次、代打ね、明雪、えー、サードゴロね、えー、小園がファンブルーっていうところで、 まあこの2個やっぱり処理しなきゃいけないよね、まあその後近本ね、ねライト前ヒットノーアウトマンリーからだからが、ね、レフトへタイムリーそして森下、犠牲フライで2点取られてなおもワンアウト、一、二塁まあここでねピッチャー、とこだから島内に、えー、代わって、島内がね、えー、森山センあ大山センターフライそしてノイジーねセカンドゴロにしとって火消しできたからよかったけどね、こういうねところミス、まあ、このもう木浪の内野ンドも,もうミスみたいなもんだからね、この小園のねこのプレーっていうところはね最後、勝ったからよかったけどもね。 しっかり締めていかないというところはありましたけどもよくね、島内踏ん張ったというところではね、まあ、広島がね、序盤先制していい形で6回のね、あのー、この野間のねタイムリースリーベース、この1点でね。 ダメ押しだっったかなっていうところで、前半だけじゃなく中盤にもしっかり得点できたっていうところもね、非常に大きかった勝利だと思いますえ広島対阪神え22日の試合2対1で阪神の勝利というところでまあ、ピッチャーのね、粘りがちっていうところもあるし阪神先輩で、ね、7回94球4安打4三振無四球無失点っていうところでとにかく低めの制球が素晴らしかったっていうのとまあ、ね、球種で緩急もつけているけどもホームでクイックで投げたりゆったり投げたりっていうホームの階級も。 で、ね、も4次元投法って言ってもいいぐらいにいろんな形でね打者のタイミングを外して丁寧に丁寧に投げた結果っていうのもね非常に素晴らしいピッチングだったしで広島先発ね、ね森下は7回113球、6安七7三振、29、一デッドボールにしてカットボールとかめっちゃ良かったけどねあのピンチのねカットボールでどん詰まりさせてっていうね糸原、前側ねだからまあ攻められないよね7回にしてねまあその中で阪神はね初回先頭、近本ツーベースで中野は、ねえー、ファーストフライここで進、ね、塁打をしたかったけどね 打てる選手なんだけどね、で森下がねライトフライになって、ツーアウトにる、二塁ここでね大山がタイムリーヒットというところで先制、で3回にもね先頭、近本フォアボール、ここ中野のセーフティーバント、もう完璧だったね、リクエストだったけどもね、まあしが早かったセーフ、でツーノーアウト、一塁から森下、アウトになるけどもね、ねここでね、しっかりねセンターフライでアウトになるんだけども、近本と中野も両方タッチアップしたっていうね、この隙のなさね、素晴らしい。 で、えー、大山がね犠牲フライを打って2点っていうねまあこの2点をね守り切ったとっいうところもあるけどもまあ広島はね、まあ、1回から4回まで完璧にねシャットアウトで抑えられてで5回、ね、先頭、小園がライト前で末金がセンター前ヒットでノーアウト1、塁、でここからね坂倉屋の相澤と、ね、連続で倒れて1点取れずまあでも、ここ坂倉バンドさせられないんだよね。5回ね で、続いてね、7回にも、えー、菊池琴野が連続ヒットでノーアウト一、二塁。で、ここからで、ね、聖火のファーストフライ、えー坂ラショートフライ、そして代打中村、えー、サードファールフライでアウト。聖火にもバンドできないよね、ホームラン打ってきてるからね。だから、ま、ここは打っていかなきゃいけないっていうところあるけども、二度のノーアウト一、二のチャンスで、ランナー、サードにも、あの、まあ、矢野のショートころでね、ダブルプレー崩れで三塁は進んだけども、 まあ、この得点、チャンスにつらなんなかったっていうところが痛かったよね。このノーアウト1入る、る2回あったけどね。まあ、そこをよくね、阪神がしっかりしのい切ったっていうところもあるし、まあ、9回もね、最後、広島抵抗ね、ワンアウトから菊池内安打、とのフォアボール、末金はアウトになるけども、坂倉がセンタータイムリーヒットで、えー、2アウト1、3塁で、ね、で、1点差。で、二股がね、フォアボールで、2アウト満塁。 松山というところだったけどね、最後、岩崎がしのぎきるっていうところで1点差、まあやっぱり何度も言うようにね、5回、7回のノーアウト、一、塁、カープはそこをね、得点に結びつけられなかったっていうところが痛かったし、まあ、広島的にはね、この大山のね、この、まあ、原口がね、出てホームラン打ってっていうところもあったけど、こういったところ、チーム内マネージメントでね、なんとか復調、まあ、打率自体は低いけどね、この試合効果的なね、タイムリーと犠牲フライだから、素晴らしい4番のね、仕事をしたんじゃないのかなと思います。まあ現状ねこれ終わって ねえー、3試合目どうなるのかって感じですね広島対阪神2対1で阪神の勝ちということでこのカードね2勝1敗で阪神の勝ち越しねカーブは結果試合では首位になったっていうところでねまあここで負け越しは非常に痛かったかなっていうね、えー、阪神先発西之ね6回96球三アド三3三振西四球無失点と、まあ、キャッチャーの梅野ねいいコミュニケーションをとってできたっていうところでは、ねえー、そういう事前の準備から含めて非常にね良かったんじゃないのかな。ピッチッ 広島、ね、先発、ね、五回十八球五安打7三振291シュートボール1失点と、まあ本当にねまあ、安定したピッチングっていうところで言うと、まあ、1失点もね、まあ、初回の1失点だけだから試合を作ったっていうところでよかったですし、まあ、ピッチングの、ね、感じ見ててもやっぱりそのね まあ、一番最初の時も言ったけど、まあ、びっくりするようなたまらないけど、いい感じでね、整ってるし、キャッチャーのリードもねしやすそうだし、そこら辺では試合を作れるね能力値はあるのかなと、まあ。その中で阪神はね、初回、ワンアウトから中野がライト前ヒットで、ここ、通りでかかったねで。森下三振するけども、ツーアウト2位から大山のね、タイムリーヒット。大山もね、 ここの2戦でね、しっかりタイムリー打って、まあ、ここからね、どこまで率を上げていけるかっていうところにもなるけども、まあ、この試合もね、5打数1安打1打点と、まあ、そのね、先制点だけだったから、まあね、あっどれだけ打つかよりいつ打つかで言うとね、しっかり打点を稼げたっていうところはね、非常に良かったと思います。そして、反射はね、えー、7回に、えー、代打明節がフォアボール。で、こうね、あの、近本がサードゴロ。中野の時に、ね、ファーストゴロ。坂倉がファースト約束球。こう嘘やろっていうね、 ピッチャーもセカンドもファーストベース誰も入ってないのに振り向きざまに投げて、ダイバーって見た、わかるやん、さすがにいないの。あれもか、荒井監督が現役中にアウトカウント間違えて、チェンジだと思って、ランナーコーチャーにボール投げて、実は続行されてたっていう、あれを思い出したで俺、カーパーの皆さんも思い出したんじゃないですか。ね。 で、その後ね、ワンアウト2、二、三塁になって森下がね、犠牲フライを打って、まあ、結局、このね、2点で負けるっていうところもあるけども、まあ、カーブもね、ちょっと全然ノーチャンスだったからね、まあ、3回までね、完全に抑えられて4回ワ、ね、ンアウト1、一、二塁チャンス来るけども小園・坂倉がね、えー、続かず、ね、で5回にもツーアウト、一塁チャンス来るけども秋山は、ね、1本出ずっていうところで、まあ、チャンス出るけどねなかなか1本出ないっていうところで,で8回にはね 2アウトから野間がねレフトンで菊池のレフト前ヒットノイジがね統一してこれ1点入るっていうところでノイジー、パッまあ、どちらもねミスで1点まあおあいこだけどねで問題はね9回裏、ね、ワンアウトから矢野がレフト前で石原がねレフト前ヒットでえワンアウト、一、三塁のチャンスを作って松山が4六6 3ダブルプレーだから。 ここで本当に犠牲フライでも打ってれば同点になってればね,よくねまだ分かんなかったっていうところで、まあ、阪神としてはねこういう昨日もそうだけどもこういう接戦をしっかり勝ち切れるっていうところがやっぱり周囲のね強さっていうところもあるし昨年ね優勝したっていう強さもあるし逆にカープはここから上行こうと思ったらこう昨日も今日もこういう接戦しかもチャンスはねどっちもあったわけそれを生かしきれないっていうところがねこの1つのねこの壁を乗り越えるかどうかだけだから。 まあねここから週末明けてこういう戦いくけれどもその接戦でのね試合をどうものにしていくかっていうところがカープにとったらね大きなねえポイントになってくるかなと逆に阪神は、ね、そこをしっかりね守りきって最少失点の中ねえ西、石で霧式、ゲラーと、ね、ヒットを打たれてピンチはね常に作ってたけども最後って、ねえー、失点試合というところがね非常に素晴らしい勝ち方だったと思います結果に対して阪神の勝利で2勝1敗で阪神の勝ち越し首位守り抜きました。 さあ、ということで、この3連勝終わりましたけどね、セ・リーグ、阪神、広島、巨人、d n a 中日、ヤクルトと、阪神は2位、広島に2.5ゲーム差、巨人が3位に0.5ゲーム差で、首位まで3ゲーム差。で、d n a はね、この3連勝で、3位、巨人、0.5ゲーム差、首位まで3.5ゲーム差。で、中日は3位、巨人まで2ゲーム差の、首位までが5ゲーム差。で、ヤクルトは、3位、巨人まで4ゲーム差、そして、首位まで7ゲーム差。ちょっと開いちゃったね、ヤクルトは。この3連敗いなかったね。 でパ・リーグは1位ソフトバンク2位日本ハム6.5ゲーム差だからほぼねセ・リーグの1位から6位までがほぼパ・リーグの1位から2位だからねニッ本ハム2位6.5ゲーム差でロッテは2位に1.5ゲーム差で首位ホークスには8ゲーム差でオリックスはロッテに、えー、3位ロッテに4ゲーム差首、えー、位まで1 0 5 1 1 1 2ゲーム差で楽天は3位ロッテまで5ゲーム差13ゲーム差首位までで西武は、えー、ロッテまでが。 9.5ゲーム差、えー。そして1位までが17.5ゲーム差。これきついよ。ま,あ、まだまだね、交流戦に挽回のチャンスを望んでいくしかないっていうところでね、申し送り事項をね、最後にやっていきましょう。ね。えー、金曜日から、えー、パリーグは楽天対日本楽天の皆さん、日本ハね、やっぱりね、状態いいよ。最後までね、食らいついてくるからね、油断しないで、だから取れる時にね、しっかり取っておいた方がいい。最後までね、どんどんどんヒットも出てくるし、辛くなってくるからね。 だからしっかり取れるときに点を取って、そういうね、スクイズでも何でもいいから、しっかり取りこぼしこなく戦っていかないと、勝ってても逆転されるからね、そこら辺気をつけて。ね、ニューパームの皆さん、ね、いい感じです。そのまま、そのままいきましょう、ね。そのままいく感じが一番いい感じです。はい、相手、ドローコールとかじゃないです。はいえー、ベルヌード、セ、えーブだ、オリックス。ね、オリックスの皆さん、セーブ、これ勝ち時ですよ。ここで負けたら終わりますよ。しっかりね、貯金を作って、えー、しっかり。 やってきましょうおかわりのホームランぐらい気をつけてやっていきましょう西武の皆さんねオリックスねなんやかんやミスしたりねまだそんなねピリッとしてないからね諦めないで全力疾走でいろんな作戦をしながら何とか小刻みに1点取っていって勝ちきる野球を、えー、していきましょうちょこちょこポロッとミスするからね諦めないでロッテ対ソフトバンクロッテの皆さんここで負けたら終わりますよ、ね、最低2勝1敗うまくいけば3連勝 打つよ。打つよ。打ってくるよ。でももうそんなこと言ってる場合じゃない。せめてせめてせめて。カーツカーツカーツ,カーツです。ソフトバンクの皆さん、もう相手,相手関係ないですよ。もう思い切ってやっていこう。自分らの野球。そうしたら勝てます。ね。あのー、相手どののじゃないです。自分たちの野球ができれば勝てます。でもちょっとね、ゾドマリンでは昨年も一昨年もちょっと相性悪いからね、あんまり風気にしないで。だから風が吹いたらね、ロッテチャンスあるからもう神風ね。まあそこら辺気をつけないでやっていきましょう。はい。えー、続いて、えー、セリク。DNA 対広島。 DNA の皆さん、カープで、ね、なんか、末金のとか、長打だけ気をつけよ。そしたらね、あんまり大量得点になっていかないから、長打だけね、ねそこを気をつけていきましょう。はい。広島の皆さん、大杉も打ち出した、筒香もいる。ちょっと重量打線来てるからね、ね、低め低めの請求でやっていこう。高め見たら、ポーンね、いかれちゃうよ。はい。中日役と中日丸さん。 ヤクルトね、でもやっぱり負けてるけどね、やっぱ村上さん棚は怖いよ、お砂とかね。だからね、1、2番抑えていこう。そしたらね、あんまり大量失点しないから、1、2番、ここをしっかり抑えてやっていきましょう、はい。ヤクルトの皆さん、ドラゴンズね、こう1、2番逆に出たらね、こう、中軸もね、来るからね、り捨てね、気をつけていこう、カリスて。あと、福永もね、何気にいいスイングしてきてるからね、舐めたらかれちゃうよ、そこらへんね。 気をつけてあとで、ね、終盤789ピッチャーいいからね6回までにちゃんとね勝っていく計算しながら行っても同うに取るよ野球ね初球からでもやっていきましょう、えー、阪神対巨人ね巨人の皆さんタイガースここやっつけないとここ負け越したら終わっちゃいますよもう調子いいとか調子悪いとか言ってる場合じゃないからガンガンやっていこう、ね、あと大山ね打率いくけどチャンスの時に打つから気をつけて、はい、あとは近本ね中野通り気をつけてよ通りクイックちゃんとして阪神の皆さん巨人ね坂本調子いいからね あと岡本ねちょっと調子悪いからこのまま寝さしておこう,こう起き出したらやばいからねそこら辺気をつけてやっていきましょうはいさあということで総チェック金曜日終わりですね交流戦に向けての最後のねドイツリーグ金藤日の3連戦になりますどういう形で交流戦入ってくるのかね皆さん楽しんでいきましょうそれではチャレンジ